こんにちは、友蔵です。いつもご視聴ありがとうございます。そしてチャンネル登録していただいている方、ありがとうございます。感謝しております。今日はですね、以前こちらの動画を上げたんですけども、こちらの再実験動画になります。こちらの動画なんですけども、まあ簡単に言いますと、まあ結果が見え見えだよね、最初から分かるよねっていう話になります。っていうのも、条件がですね、皆平等ではなかったということになります。例えるならですね、体重が違うボクサー同士で戦わせて、さらにグローブの大きさも同じで戦わせたということになります。まあ結果が見え見えだよねっていう話になります。で、今回はですね、再実験動画になるんですけども、今回は同じ条件で戦わせてみたいと思います。で、これはですね、きっかけがありまして、まあ私のですね、大切なご視聴様からですね、どうやったら同じ条件で戦わせるかっていうのをコメントでいただきまして、でそれをまあまるまるその条件でやってみようということになります。前回はですね、体積に関係なく一定の氷の量、同じ量の氷を入れてしまったので、やっぱり不利、有利不利が出てしまったんですね。なので今回は体積に対しての 10% の氷をそれぞれ入れまして、朝スタートしまして、12時間後の夜ですね、溶けた割合を出していこうということになります。そうしますと、どれが一番持ちがいいのかっていうのが分かりますので、今回は、これでやっていきたいと思います。で今回はですね、この3種類でやっていきたいと思います。で前回はですね、ネイチャーハイクの 2.5 リットルの、ウォータージャグがあったんですけども、こちらはですね、最近、単品で動画を上げてますので、そちらを参考にしてください。左からワークマンの真空ハイブリッドコンテナ 4.6 リットル、真ん中が AO クーラー11リットルで、一番右のコールマンのクーラーボックスが28リットルになります。で、それぞれの体積に対して 10% の氷を入れて、12時間、やっていきたいと思います。今はですね、夜になりますので、明日の朝からスタートしまして、12時間、やっていきたいと思います。おはようございます。朝の8時54分になりました。室温はですね、30度です。で、今から、この3つにですね、氷を入れていきたいと思います。ワークマンの、コンテナが 460g になります。 AO クーラーがですね 1100g なので、6アイス1粒になります。コールマンのクーラーボックスが、氷が2つ、1.1 が2つと、残り氷を入れまして、全部で 2800g になります。それではですね、今から約12時間放置いたしまして、実験を開始していきたいと思います。また夜にお会いしましょう。こんばんは。今夜の9時10分になりました。計測していきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。ちなみになんですが、ワークマンが、おっと、残り少ない感じですね。 AO クーラーです。少し残ってますね。
コールマンのクーラーボックス。おー、結構残ってますね。計測が楽しみです。ちょっとですね、計測していきたいと思います。まずはワークマンの、コンテナからですね。ワークマンの、コンテナが氷残り 128g、 128g ですね。続きまして AO クーラーです。残り 345g。 最後に、コールマンのクーラーボックスです。1.3kg、 1300g ですね。皆様大変お待たせいたしました。集計結果が出ましたので結果発表していきたいと思います。そうですね、結構ですね、意外な結果が出てしまいました。早速発表していきたいと思います。まずですね、ワークマンのコンテナですね。氷をですね、4.6 リットルのワークマンのコンテナに対して460g、 10% ですね、 10% の氷を入れました。で、残り氷が 128g で、氷がですね、の残量がですね 27.8% になります。続きまして AO クーラー、11リットルに対して、1100g の氷を入れました。で、残り 345g、残りの残量はですね、31.3% で、最後にですね、コールマンのクーラーボックス28リットルに対して2800g の氷を入れました。で、残りの残量が 1300g なので、残りの残量 46.4% なので、今回の12時間の計測で1位になったのがコールマンのクーラーボックスになります。ですね、正直結構自分の中では意外な結果が出ました。正直ワークマンの、コンテナがですね、やはり強いんではないかなと思ってたんですけども、今回はコールマンのクーラーボックスが約半分ですね、半分、12時間で半分ぐらいの残量が残りました。ただですね、 AO クーラーもですね、ワークマンに、勝ってますので、 AO クーラーの力もかなりあると思います。今回の実験動画いかがだったでしょうか。かなり面白い結果になっていると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。